どうも、ハンサムクロジです。はい、今日はビル動画です。僕が好きなものをただ食べます。ボクシング見ましたか？皆さん、村田さん負けちゃいましたね。勝ったと思ったんだけどな。まあいろいろあるんでしょうね。ボクシングよくわかんないんで、その判定の なんかとかよくわかんないんで何とも言えないですけどね。勝ってたように見えたけど、そんな感じで、最近っていうか僕好きなんですけど、僕グレープフルーツジュースが超好きで、まあ何回か動画でも言ってるんですけど、本当僕は本当にグレープフルーツジュースが好きです。苦くて甘い、やっぱ苦いのと甘いのと酸っぱいの好きなんだな。梅干しは嫌いだけど、やっぱドール美味しいな。サンキストも好きだけど、サンキストあんまり売ってないんですよね。サンキスト一番安いんだよね、100円くらい。ドールかその次くらいの高さ でトロピカーナが一番高い。でもまあ美味しい。あ、そんなことより模様替え。ポロシャツ、ポロシャツ黒い、ハンサムクロジマークついてますか。メガネと髪ね。でもこれボーリング場のスタッフとかカラオケ屋のスタッフみたいな。これ着てたら外で撮れるし、赤いジャージ目立ちすぎですよね。なんか恥ずかしいんだよな。なんか恥ずかしくなってきて、ずっと普段着てたんだけど、なんか恥ずかしくなってきて、外で着づらいんだよ。これだったら気にならないですか。ちょっとレンタルビデオ屋っぽくもあるけど、あと僕好きなんで、これ干し芋がね大好きなんですね。まあ、空いてますけど食べてたんで。僕干し芋大好きで、もうほんと僕一桁台の時から好きですから、年齢が3、4歳から好きですね。僕保育園に通ってたんですけど、そこの保育園の教室にでっかいストーブがあって、もう危ないから普通今置いてないと思うんだけど、すげえでけえストーブがあって、触ると熱いやつだから、ストーブの周りに柵があって、でそこでね、保育園の先生が干し芋焼いてくれてたんですよね。で焼いた干し芋みんなで食べるって。その頃から好き。実家でばあちゃんが焼いてくれてた気がするな。ばあちゃん焼いてたな確か。あれ違うのかな、あれ幻かな。幻。これはローソンのナチュラルローソンって書いてるやつ。これ全部食べたら270キロカロリー。でも食物繊維多いから、あ、でも糖質もやばいな、59グラム。でもうまい、うまいね。チビチビ食べるのが好きです。あと丸亀製麺も好きです。今日も食べました。釜揚げうどんが僕本当に大好きで、あのね、釜揚げうどんっていうのはかけうどんとかじゃなくて、木の樽にうどんがお湯と一緒に入ってて、そこに入ったうどんをあのちっちゃいお椀のタレが入ったタレにつけて食べるっていう、だつけ麺スタイルですよね。そのタレにもうしこたま生姜入れてネギ入れて食べるのがもうめっちゃうまい。生姜ほんとうまい。僕天ぷらは必ずかしわ天をね、かしわ天を食べるんですよ。腹減ってきた。で鶏肉って言ったらやっぱこれなんですよ。サラダチキン、サラダチキンの一番美味しいやつこれです。聞いた話によると、サラダチキンの元祖でもあるらしい甘竹のサラダチキン、このたまり醤油味が本当に美味しい。ちょっと高いんだけど本当に美味しい。チャーシュー食べてるみたいな、照り焼きチキンみたいな、これだけで。だから全然味気ないなみたいな感じがないです。なんかダイエット中とかにもこれぴったりだと思う。うん、タンパク質ね、24.3g、127キロカロリー。食べます。久々だな、でもこれ。でもこれあると本当、あのね、まあダイエットっていうか、このサラダチキン、はい、サラダチキンです。これね、本当ダイエットっていうか、筋肉つけたい時とかにもいいですよ、ほんと。うまいんだもんね、これ。香りがいい。
うまっ柔らかい、うまい。材料は国産の鶏肉、醤油、発酵調味料、なんだろうこれ、酢かな、みりんかな、あと砂糖、ガラクトオリゴ糖粉末、なんだろうこれ、水飴、お酒、でんぷん、でんぷん、ゼラチン、コラーゲンペプチドか、生姜、チキンブイヨン、魚醤油、多分魚醤ですね、ナンプラーかな、昆布エキス、椎茸エキス、昆布と椎茸の出汁で、ナンプラーと醤油と生姜と酒と水飴と砂糖、なるほど。やっぱ鶏肉もそういうこの材料で作ったタレに漬け込んで焼いてるんですよね。茹でた鶏肉を漬けて焼いてるのかな。わかんないな。でも焦げ目あるからね。うわ。美味しかった。ごちそうさん。はい。というわけで。サラダチキンは本当おすすめです。この甘茸のたまり醤油味、他の甘茸のやつ食べたことないけど多分これも美味しいんでしょうね。とりあえずコンビニのやつより全然美味しいと思います。気になる方はぜひ、はい、あとグレープフルーツジュースと干し芋も美味しいんでよかった。はい、こんな感じで今日はすごいゆるいです。ゆる動画でした。バイバーイ。